西名阪自動車道は大阪府松原市から奈良県天理市へ至る高速道路である。略称は西名阪道、西名阪など。高速道路ナンバリングによる路線番号は名阪国道とともに E25 が割り振られている。1969年3月に全線開通。国土開発幹線自動車道の予定路線名は近畿自動車道名古屋大阪線。 高速自動車国道の路線名は近畿自動車道天理水田線であり、名古屋大阪間の一部区間に相当する。奈良県で唯一の高速自動車国道である。開通当初は一般国道25号の有料バイパス道路である西名阪道路として建設されたもので、4年後の1973年に高速自動車国道へ格上げされた経緯を持つ。 接続する名阪国道及び東名阪自動車道と合わせて名神高速道路のバイパスとしての機能を合わせ持つ。また、伊勢湾岸自動車道や新名神高速道路とともに名神高速道路が雪などにより通行止めになった際の京阪新地区への代替ルートとしての機能を持っている。法隆寺インターチェンジ方面を望む道路照明灯は 松原 JGT カシバインターチェンジ間に設置されている。サービスエリアパーキングエリア編集西名阪自動車道にはカシバサービスエリアと天理パーキングエリアの2カ所の休憩施設が存在する。交通量が多いこともあり、どちらの休憩施設も24時間営業の売店があるなど、一般的なサービスエリアパーキングエリア以上の設備内容となっている。 トンネルの数、編集24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、作成2002年日平均交通量、松原 JGT カシバインターチェンジ、109,779台、カシバインターチェンジ天理インターチェンジ、73,926台料金、収入年間、24、571、38千円日、平均、67、 319000円なお、新名新高速道路の開通によって、若干交通量が減少している。1981年から、カシバインターチェンジを境に、東西2区間に分けた、均一性を採用していたが、近畿圏における、料金体系統一の方針により、2017年6月3日、ETC 利用を基本とする、大距離性に変更された。 事業許可上は、区間料金制とされ、既存の大距離制区間とは、利用距離を通算しないで別に料金を算定する。均一性では平均利用距離をもとに、料金額を算定するため、大距離化すると長距離では、値上げになるが、激変換は措置として2017年6月2日、時点の料金を上限としており、消費税転下分を除き値上げにはなっていない。 h e t c 社の料金収支は単純支払い方式のままであり、西区間と東区間の別に利用可能な最長区間の料金を支払う。西区間と東区間を連続して通行する場合、料金の支払いが2回になる。西区間では同じ区間、車種の走行でも方向によって料金に差が生じることがある。上限料金の額は次の通りである。 大都市近郊区間扱いのため、2014年4月1日以降、時間帯割引は深夜割引のみとなっている。均一料金制の時は、西区間と東区間のそれぞれで、料金を収受する、料金所1カ所の通過時刻のみで判定していたが、2017年6月3日以降は、全線1区間とした上で、入り口と出口の2カ所の通過時刻でもって判定する、方式に変更され、 フリーフローアンテナの通過時刻も判定に用いる。西名半道のかつての料金支払い方式における補足開通当初の西名半道路時代支払い方式が円形のチップ式の通行券を採用していたが、チップの機械回収におけるつまりのミスカウントが多発したために1974年以降、一般有料道路や都市高速道路と同じ前払いシステムに切り替わった。 ありがとうございます。